日本四国地方高知県土佐郡大川村、大座霊山小北川の滝サメウラダム湖大川村は高知県土佐郡にある村である。奈良県吉野郡の瀬川村と共に離島を除いて日本で最も人口の少ない自治体の一つである。村内は西から東に向かって吉野川が流れている。かつての村中心部はサメウラダムの完成、淡水に伴い水没。 現在は、ダム湖沿岸の小松地区に、村役場、大川郵便局、JA 高知県大川市所、高知東警察署小松駐在所、大川村国民健康保健小松診療所、商店、旅館、食堂が集まっている。高知県の北部、四国山地に位置する。北側は、大座霊山、平家平などの山腹を挟んで、愛媛県に接している。 産地河川故障国内郵便番号は以下の通りとなっている。主な産業は第一次産業である。農業畜産業高野部発電所、電力2005年4月から小中一貫教育校となる。路線バス高速道路国道県道姿を表した元の役場8月20日撮影村の駅特産品は大川黒牛、土佐八金地鳥、茶など。 毎年11月3日には、社肉祭が開催され、村外からの観光客が集まる。ありがとうございます。